はい、どうもこんにちは。繁昌です。今日なんですけども、またもね、函館です。はい、函館の実家にいるんですけども、今日は何をするかと言いますと、こちらなんです。はい。ラッキーピエロです。これをね、ちょっと買ってきました。ラッキーピエロってね、知らない人に説明すると何っていうと、函館にしかないんですよ。函館にしかないファーストフード店。で、ご飯がね、すんごいうまいの。ハンバーガーももちろんうまいっす。ポテトももちろんうまいっす。でも、オムライスとかカレーとか、もうそういうのもね、パフェとかもいろんなのがあるんですよ。これファーストフードって思うぐらいの、料理の品数があるんですけど、俺今日ね、もうご飯食べてきて、でもせっかくだしラッキーピエロでなんか動画撮りたいなと思って、買ってきました。なので、ね、あ、メニューありましたね、これ。本通りっていうところ買ってきたんですけど、こんな感じ。めちゃくちゃメニューあるでしょ。まあ見えなくてもいいんだけど、こんな感じでーす。めちゃくちゃメニューあるっすよ。こんな感じで、裏にもあるし、どんだけあんねんっていうメニューが。こんな感じで、たくさんのメニューがあるんで、皆さんもね、函館に来たらぜひ食べてみてください。はい。で、今回買ってきたのは、プルーブルースコーン。チャイニーズチキンバーガー。これなんかね、中国人がオーナーらしいんですよ。で、中国人の方がオーナーで、なんかもう1987年に作って、函館のご当地バーガー、全国ご当地バーガー日本一に輝いたということでね、このチャイニーズチキンバーガーと、あと俺がね、ずっとね、好きなのがあるんですよ。これなんですよね。こちら。これポテトなんですよ。ラキポテって言うんですけど、デミグラスソースプラス、上にさらにチーズがかかってるポテトなんですよ。もうこれがね、ベラッ棒にうまいっすよ。ベラッ棒にね。はい。なんで、ちょっとこれのね、食レポをしていこうかなと思います。はい。最高なんですよ、これが。はい。食べていきます。とりあえず、じゃあまずバーガーからいっちゃう？バーガーから。俺さっき焼肉食ってきたんだけど。ちょっとまあまずちょっとね食っていこうと思います。見た目がこんな感じ、なんかチキンバーガーなんでこんな感じなんです。見た目がわかるかな、こんな感じ。チキンとまあレタスでマヨネーズでもう終わりで、あとパンズがあって、パンズもなんかごまがまぶされてるって感じですね。もうマジでシンプルイズベストなんですよ。じゃあ一口目食べていきます。マジでね、めちゃくちゃうまい。マジでもうめちゃくちゃ鶏がしっかりしてるんですよ。見てください、この断面図。うん、めっちゃしっかりした鶏で、ちょこっと甘じょっぱい、甘じょっぱいソース、うん、これめちゃくちゃうまい。これ中毒になっちゃう、本当に。うん、うまいっすね。とりあえず北海道来たら食うもんね、ラッキーピエロも。ラッキーピエロ並んでる時もね、繁昌さんですかっつって写真撮ってくださいって言われたし、お風呂行った時も温泉行った時も店員さんが俺のファンで、すいません写真撮ってもいいですかって言われて撮って、焼肉行った時もファンですって言って何人かいらっしゃって、そこでもサイン書いて店にも書きましたよ。店にねサインするのって大体芸能人のイメージあるじゃん。まさかのこの YouTuber でもね、もう俺が YouTuber って今配信したのか分かんないですけど、立ち位置はそういう人が許される時代になりましたよね。何だろうこれ、肉がうめえ、マジで。肉とタレえぐい、マジでうまい。これでラッキーポテ、これえぐいでしょ。このチーズ好き、みんな。しかもこのね、チーズしか見えないと思うんですけど、分かるかな、下の方にさめちゃくちゃデミグラスソースがね固まって入ってるんですよ。でこのこれ見て、これうまそう。デミグラスソースなんかミートソースかもしんない。ミートソースだっけこれ。久々に食ったけど説明書いてないわ。めちゃくちゃうまい。ミートソースかも。これ大好きでさ、普通にめちゃくちゃご飯食べた後もラッキーピエロ寄ってこのラッキーポテ買おうと思うんだよね。なんかもったいないじゃん、北海道来て。うますぎんだろこれ。これやばいっす、このポテト中毒性が。うまい。チーズね、犯罪です、このチーズマジで。マジの犯罪上等これ。ほん
当に。本当に函館ってご飯美味しいんですよ。あんまり観光するとこないんですけど、まああるっちゃあるけど、もう北海道何回も行ってる身からすると観光よりもやっぱ飯が目当てになっちゃうね。本当に。うまっ。なんかマジうまいんだよな。この味付けをしてるバーガーって多分東京に絶対ないんですよ。何、どこのハンバーガー一番近いんだろうね。マヨネーズゾーンに来ました。まあ9月1日かな。明日日本代表の試合あるんですけど、ラッキーピアのラッキーポテ食いながらまた見ようかなと思ってますね。映画観戦みたいでいいでしょ。うん、このレタスもうまい。レタスもマッチしてる。え、マヨネーズうめえ、マジで。最初からマヨネーズなかったんだよな俺のところ。今食い始めのところのせいかわかんないけど、後からマヨネーズにたどり着いた時のこの喜びがえぐい。多分結構量あるんですけど、このハンバーガーね450円っす。で、目玉焼き入れても500円。うん、めちゃくちゃ大きいもん、ハンバーガー。なんかハンバーガー持って重って思うもん。重いなこれって。美味しいっす、めちゃくちゃ。レタスの大群に出会った。マジで俺大人になるまで野菜食えなかったんだけど、レタスとかも毎回抜いてたんすよ。ハンバーガーとかもったいない人生をしたなって思いましたね。本当に野菜全然食えなかったから。うまい。いつかエガちゃんに食ってもらいたいな。なんかエガちゃんってさ、マックのハンバーガーとか酷評してたからさ、食べてもらいたい。チャイニーズチーズバーガーうまい、マジで。うん、ぶっちゃけいくらでもいける。いくらでもいきますよって感じ。うまい。安定だな、このチーズがえぐい。ソースだけでも十分うまいのにさ、チーズって。マジポテトとチーズってなんでこんなに合うの。そして俺の大好きな部分来ました。結構食べてくると下の方にね、ソースとチーズが固まってるんですよ。これをね、混ぜて混ぜて一気に食らう。これがラキポテ最強の味わい方。何事も最後の一口ってうまいじゃん。ハンバーグとかもさ、デミグラスソース最後一気にかき込めるとかさ、間違いないね。ぶっちゃけ北海道ってね、めちゃくちゃ美味しいご飯屋さんいっぱいあるんですよ。明日は昼からそばを食べに行って、夜はジンギスカン食べに行こうと思ってるんですよ。マジジンギスカン苦手な人結構いるんですけど、ちゃんとしたジンギスカン行ったら全然臭くないんで、おすすめ。ジンギスカンは匂いがダメっていう人が結構いるね。そんなことない。で、帰る日の朝は朝一の寿司食って、昼は昼何行こうかな。昼は結構あっさりしてもラーメンかな。ラーメンまで行ってないし、なんだっけな、なんとか屋っていう、あ、高橋屋だっけな、なんか味噌ラーメン美味しいとこあるんで、そこも行くかもしんないし、なんかブルートレインっていうね、列車の第一車両あるじゃないですか、頭の部分、あそこをくり抜いて中でラーメンやってる店があるんですよ。あー、うまっ。終わりです。皆さんもね、よかったらラッキーピエロ、まあ、函館にもうありえないぐらいの数あるんで、こうやってまあまあ狭いんで、皆さんもね、よかったら行ってください。それではごちそうさま。